工藤静香さんが元 SMAP の3人に向けた投稿がネットで話題になっています。問題のインスタグラムへの投稿がこちら。玉ねぎやかぼちゃが北海道から来ました。嬉しい。イラッとくること、信じられないなんて思うこと、いろいろありますが、今日からまた1週間好きな人ことに時間を使い頑張りましょう。かつては天下のキムタクと言われ人気を誇っていた夫も、現在はその面影もない状態。世間ではその腹いせからの投稿ではないかとの声も上がっていますが、本当のところはどうなんでしょうか。工藤さんが投稿したのは2017年11月2日から放送されたアメーバ TV の生放送番組72時間の本音テレビの翌日です。この番組はスマップが解散して初めて稲垣吾郎さん、草薙剛さん、香取慎吾さん3人揃ってこの場に姿を現すことになっていたので、放送前から注目は集まっていました。番組の結果は3日間の累計視聴数7200万以上。ツイッタートレンドに入った番組関連のワードは107件を超え、大成功に終わっています。さらに21年前にスマップを脱退してオートレーサーになった森さんも出演し、世間ではかなり話題になっていましたね。このことから工藤さんの信じられないのコメントは、番組の大成功に不満があってのことではないかと言われています。工藤さんの投稿にネットではこのようなコメントが。SMAPの解散騒動が起こってから自らの発言に批判が集まることが多くなった工藤さん。2人は2000年に結婚し、結婚17周年を迎え、芸能活動も順調に歩んできていました。しかし SMAP 独立解散騒動の際には裏切り者のレッテルを貼られ、結婚してから最大のピンチを迎えます。木村さんのイメージダウンで工藤さんが不満を爆発することが多いですが、それが逆に木村さんの立場を悪化させていることも否めません。家庭では尻に敷かれているということなので、工藤さんに意見することはできないのでしょうか。今後の2人に注目したいと思います。ヒマラボは今ネットで話題の世界中のニュースをまとめて日々配信しています。チャンネル登録をして最新の動画を受け取ってください。皆様の評価が励みになります。よろしくお願いいたします。